シリーン地図 Google マップヘグラ島ヘグラ島は石川県の都半島の北約5 0キロメートルの日本海上に浮かぶ島である。輪島市天町に属する。周囲約5キロメートル面積0.55平方キロメートル標高1 2 4メートルの安山岩でできた島である。北側は崖や岩礁が多いが、南側はなだらかで漁港や砂浜がある。 2000万年前の火山活動により形成され、西岸に海没した河口跡を持つ。最終表記で海水面が低下した2万年前は七津島と共に、能登半島と陸続きであったが、1万6000年前に能登半島から分離した。大陸と日本列島を往復する渡り鳥にとっては、格好の休息地であるため、日本各地からバードウォッチャーが集まる。 国内有数の野鳥観察のメッカであり、2008年から2年間かけて行われた調査では361種類の野鳥が確認された一方で、年間を通して見ることができる流鳥は白石霊など4種類に止まり、日本において最も普遍的に存在するスズメもいない。ヘグラ島の北約250メートルから200メートルに、あるオゼとダイクロセの2つの小島は、 日本の排他的経済水域の起点となっている。島の中央には、10海標高42.7メートルのヘグラ島灯台があり、1931年4月1日から点灯している。ここには、海上保安庁の職員が常駐し、天気や風、海面の様子を船舶気象通報として、情報提供していたが、2005年4月1日から、無人化された。 気象庁では、平成25年台風第26号による伊豆大島の大雨被害等を受けて、島諸部や近年豪雨災害が起きている地域に、雨量計を増設することとし、雨量観測所、へぐら島が設置され、2014年8月7日より、運用を開始した。アワビ、サザエ、ワカメ、テングサなどが採集される、天の島として知られる。また、 津島海流と大陸方の影響で工業場となっており、カニやタラなどの漁も行われている。アマは、ヘグラ島だけではなく、島と輪島港の中間にある、ヨメグリ省でも素潜りをした。アマは、昭和初期から200人前後で推移していたが、2013年の時点では高齢化により70人ほどにまで減少しているという。かつては、カキの漁器のみ、対岸の輪島市アマ町。 ふげし町から漁民が季節移住してくる島で昭和30年代までは定住者はほとんどいなかったが1957年に離島振興対策実施地域の指定を受けてインフラ環境が整備されたことで定住者が増えたこの島が本土側に位置する地域である輪島市山町の一部となっているのはこのような歴史的背景に由来し 郵便番号も天町の本土側と同じ番号が割り振られている。現在は少子化、過疎化が進み、大鳥市小学校へぐら等分校、上野台中学校へぐら等分校はそれぞれ通学する児童、生徒がいなくなったため休校中となっている。1970年に開設された保育所も閉所され、2009年度からは天町自治会の託児所が保育を担っている。 2000年国勢調査によれば164人がこの島に住所を置いていたが、2010年国勢調査では110人に減少している。2013年時点の資料によれば、島には150件ほどの住宅があるが、本土側の海市町に本宅があるケースが多く、実際に島で越冬しているのは20から30人ほどという。島には診療所がある。診療所で、 対処できない患者は漁船かヘリコプターでは島まで搬送される。島の南端に近い時効圏には縁議式内社、奥姫神社が鎮座し、近くからは5世紀と8世紀、9世紀の重層遺跡、白須内跡が発見されている。この島は古代から日本海交通の要所であり、海資の拠点でもあった。ただ、井上忠敬の地図には記されていない。日露戦争中、 本船を沈められたロシア兵に3人が手こぎボートで漂着して、島民と共に生活していたという伝承がある。え、グラコール株式会社により、和島港との間に定期船が毎日1往復運航。ありがとうございます。